スヒンドルは、ブルガリア北東部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体、ベリコタルノボ州に属する、ドナウ平原の中央に位置し、ワイン生産に適した土地である。地元のワイン生産協同組合エゴンザは、町の名前を冠したワインの生産で知られている。スヒンドルのワイン生産者たちは、地元の品種、ディミアトと共にカベルネソビニオンやメルローも生産している。 町の近くには、ロシツ川に架か,かるダム湖があり、バルカン山脈のふもとの丘陵を形成している。これらは、自然観光の目的地となっている。また、ロシツ川は、ソンと呼ばれる、ヨーロッパナマズが生息している。中には、体長2メートルを超えるものもおり、特に、アレクサンドル・スタンボリスキーダム湖に生息するものは、巨大である。スヒンドル基礎自治体には、 その中心であるスヒンドルをはじめ、以下の町村が存在している。2009年7月30日閲覧。ありがとうございます。